あれですよ、テラミニア訓練なんですけども、はじめ社長と気まぐれクック金子さんを占ってみた。いつも通りね、その二人がね、この星の中で大きいところになってくると思うので、この二人をね、代表として話していくって感じです。他にも木下優香さんだったりだとか、元レペゼン地球の DJ フォイ君だったりが同じ星となっております。そんな感じでね、占っていこうかなと思うんですけども、僕はもういいところも悪いところもね、全部言っていくスタイルなんで、普通にこの星を一言で表すとするなら、結構天才、カリスマ性に溢れてる天才です。すごいです。まあ、YouTube 向きと言っても過言ではないぐらい、発想力だったりだとか、物事を作るにあたっても、すべてにおいて YouTuber としての素質を持っている星と言っても過言ではないです。だから、はじめ社長がもう、今は日本一じゃなくなったけれども、まあ、日本一だった時代があるんですけど、そうなってても、まあ、おーってなるような星です。で、あと、気まぐれクック金子さんとか、魚さばいてるだけなようにみんなからしたら見えるかもしれないけども、あの人も天才で、結構考えだとか、そうカリスマ性だとかある星となっております。ユーモアだったり発想力だったりだとかがすごいズバ抜けている、みんなから憧れるような存在です。なのでヒカルさんも確かにカリスマ性のある星なんですけども、それより上に行く星としてはやっぱり気まぐれクックさん、はじめ社長といったところです。あとすごい直感力っていうのにも長けていて、これをやったら数字が伸びるだとか、そういうことがもうなんとなく直感でわかるんですよ。ただここから少し悪い話になってくるんですけども、もう基本的にね、言っちゃいけないこととかも言っちゃったりだとか、悪口とか言っちゃったりするとすごい炎上しやすいんですよ。なぜかっつったら、ヒカルさんって炎上しないためにもうこうこう超えてやってっていう話し方だとか、そういうことをすごい考えた上で結構話すタイプなんですけども、はじめ社長とかってそういうのをうまく伝えられないんですよ。考えてはいるけれども、それを伝えるっていうことができないんですよ。それは気まぐれクックさんも同じで、ヒカルさんは確かにカリスマ性のある星なんだけども、はじめ社長には勝てんのよね。カリスマ性でかなりはじめ社長の星の方が優れている。で、対するヒカルさんはユーモアっていうところには欠けてしまうので、はじめ社長には勝てないっていうところはありますね。カリスマ性において、他のところではまたちょっと変わってくるんですけど、基本的に新しい夢だとか挑戦だとかをどん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 行っていく星となっております。だから見てる人を飽きさせないようなコンテンツが作れていく星となっております。基本的に考え方のスケールが大きいんですよ。そういう考えができたりする星となっているんですよ。まあ、多分はじめ社長も日本一になるためにはこう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 って結構スケールがでかいじゃないですか。そういうことを考えていると思います。基本的にお仕事とかに関してもすごい独特な世界観があるタイプなんですよ。それが恋愛にもいっちゃって、結構独特な性格で、どういう感じで付き合いたいとかっていうのも結構独特な考え方なので、急にふとした時に告白されたりだとかすることがあると思います。この星の人が告白するときはそんな感じですね。星に関して結構ね、気をつけなきゃいけないのは、感受性がすごい高い星なので、ちょっとでも浮気してるような素振りだとかを見せたら、すごい相手が疑心暗鬼になってて、相手のモチベーションを下げてしまう。要ははじめ社長だったり気まぐれクック金子さんが動画とかそういうものに手が回らなくなってくるんですよ。そういうところはね、結構気をつけた方がいいですね、相手の方は特に。続いて金運についてなんですけども、お金をつぎ込む癖っていうのはあります。何事にも、例えばアイドルが好きだったらめちゃくちゃお金をつぎ込んだりだとか、カードが好き、それこそはじめ社長だったりだとか気まぐれクック金子さんってカード好きじゃん。めちゃくちゃお金入れてるじゃん。自分がすごいハマったことに対してめちゃくちゃお金をねつぎ込んでいくタイプです。なのでね、そういうところで破産とかしないようにだけ気をつけてください。ただね、基本的にそこまで行くとお金を使わなくなってきたりするので、そういうところはね、結構ちゃんとね、歯止めが効く星なので大丈夫かなとは思うんですけども、趣味とかにお金使う分にはいいですけど、加減をねしっかりしないと本当にやばいよっていう、僕のことね、気をつけてね。続いて健康面についてなんですけども、健康面の方は基本的に癌になりやすいだとか肺炎になりやすいだとかそういうことはありません。ただ神経質なところで人にいろいろ気遣いとかしちゃって、ちょこちょこお腹が痛くなったりだとか、頭痛がすごくなったりだとか、そういうちょこちょこしたことはあったりするので、基本的にそういうところは神経的なもんなんですよね。精神的なところからお腹が痛くなったり頭が痛くなったり、風邪みたいな症状みたいなのはあったりするので、そういうところは自分の精神的なところを落ち着かせていけば改善できるところなので、精神的に
に鍛えていく必要がある星となっております。はい、という感じでまあね、一通り今バーっと喋ってったんですけども、じゃあ今後はじめしゃちょー、気まぐれクック金子さんとかってどういう人とコラボしたら再生回数が取りやすいかっていうお話に移っていこうかなと思います。で、それをねまたね、例のごとく表を作ってきました。こちらです。じゃ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 ーんというところで、まあまたね、例のごとく話していこうかなと思うんですけども、この星も同じ星の人と動画を撮ると再生回数が取りやすい傾向があるんですよ。っていうところで、はじめしゃちょー、気まぐれクック金子さんした方がいい星となっております。また他にも DJ フォイ君だったりだとか、木下優香さんだったりだとか、そういう方と動画をねコラボしていくといいっていう感じです。はじめしゃちょー、木下優香さんとコラボしたら再生回数が取れるみたいです。はじめしゃちょー、これ以上は言わないけど取れるらしいです。煽っちゃダメだろこれ。っていうところで、この星はすごいね、再生回数が取りやすい星となっております。続いてエミリンさん、宮迫さん、ネオちゃん、キリタンポさん、こちらね前にも動画にしたことあるんですけども、こちらの星の方々ともコラボするといいです。基本的に人に合わせたりだとか、いい顔とかできたりするので合わせてくれるんですよね。意味わかんないことをやっても基本的に合わせてくれるっていうところで、このエミリンさん、宮迫さん、ネオちゃん、そしてキリタンポさん、これは基本的に本当に合っている星です。続いて3番目にね、すごいいい星となっているのがこちらですね。テンチムさん、柴田さん、カジサックさん、カスさん、パパラピーズの田中川さん、そしてヘラヘラのアリシャンさん。ここはまあ僕も属している星なんですけども、前テンチムさん、カスさんの動画を上げた時お話ししたこともあるんですけども、まあ改めてね、前にテンチムさん、カスさんについての動画を上げたんですけども、基本的にすごいユーモアのある考えっていうところは似ているんで、そういったところで話が合いやすかったりだとか、その思考がちょっとずれたとしてもそこにちょっと合わせてくれる努力をしてくれるので、コラボして話しやすい星となっております。リスナーさんにも伝わっていい結果がね生まれると思います。はい、そんな感じで今回なんですけども、またね、はじめしゃちょーと気まぐれクック金子さんを占っていきました。というところで、まあ毎回言っているんですけども、僕は占い師の息子で、まあね、ただ独学みたいな感じで勉強した感じなので、そんな当てにしないでください。ただ当たったら俺はすごいよっていう話で、まあね、ちょっとね、今後そのはじめしゃちょーだったり気まぐれクックさんを見ていく上でちょっとね参考にしてもらえればなと思います。はい、そんな感じでね、今回なんですけども、はじめしゃちょーとね、気まぐれクック金子さんについてお話ししました。てな感じでね、みんなまたねー、ありがとうございました。ごめん。